カラーガードインストラクター審査員を務めています藤田直美です。ボディーワークが演技表現の上で必要な要素ということですね。ウェポンを使用した方が評価は上がるでしょうか。現実的にトレーニングが厳しいチームも多いと思います。ソロの良い点は何でしょうか。ショーデザインに合ったカラーガードであれば、イメージする内容をより明確に、さらに印象を与えることができると思ってください。